この子のために。 この子と暮らし始めて1週間。 ここでの生活には慣れてきたみたいだけど、時々見せる表情が気になる。 何か力になれたらいいんだけど。 これ、 私が新米だった時に使ってたものよ。 つけてみる？ ほら、こうやって結ぶのよ。 毎朝こうやって髪を結びながら気を引き締めてたの。強くならなきゃって。小さい時から強かったんじゃないの。いいえ、これをつけてた頃は失敗ばかり。一人で何とかしようっていつも焦ってた。 その蹴り技、あの男。あの男、まさか父さん。ふん、君は何も知らないのだな。答える気はないってことね。それなら、はい、逆列脚。 君の美はまだつぼみだ。咲き誇ったバラの完璧さには届かない。しかし、つぼみが開く時を待つのもまた一興か。ふっ、 ICPO のチュンリーだったな。ここで何を。シャドルの幹部、バルログの目撃情報を追ってきたの。 まさか一人でか。許可が下りるのを待ってはいられないわ。私には彼らを追わなきゃいけない理由があるの。お願い、このまま行かせて。どんな理由があろうと市場に振り回される人間は捜査の邪魔だ。<笑>気持ちはわかる。だが奴らは危険すぎる。危険なことなんて百も承知よ。だからこそ空腹を積んできたの。チュンリー、 一人でも戦えるように。<笑>分かった。そこまで言うのなら君の実力見せてもらおうか。力のないものを戦場には出せない。当然のルールだ。ええ、分かっているつもりよ。 なるほど。<笑>これでも決められないなんて。君は強い。だが単独捜査は許可できない。そんな。私たちと協力するというのはどうだ。なし。でも。<笑>疑っているのか。シャドルーの内通者かもしれないと。そういうわけじゃ。 行こう。バルログの潜伏場所は分かっている。ふん、雑魚どもの馴れ合いか。私が手を下すまでもない。
バルログ。行け、貴様らに似合いの相手だ。てぃ、カンパでくれて調子乗りやがって。ナイスメルラ、俺の剣ギッチギッチにしてやるぜ。ヒャー、返しとしね。はい、うわ、行け。ここは私たちに任せろ。ありがとう、二人とも。見つけた。私に追いつくとは。だが、君一人で何ができる？私は、一人じゃない。今度こそ、負けるわけにはいかない。哀れな、つぼみのままで治癒定めとは。あなたを拘束します。さあ、父さんのことも話してもらうわよ。過去の影を追い求めるその目、その姿、美しい。そうだ、私は君の父を知っている。そしてその末路も。また会おう。君が花開いた時に。誰も頼りにできないと思っていたの、ずっと。二人とも力を貸してくれてありがとう。もうこんな無茶はするなよ。奴らは手強いぞ。分かっているわ。でも諦めない、これからも。さあ、できたわ。ありがとう。私も誰にも頼れないと思ってた。リーフェン、私も強くなりたい。お姉ちゃんみたいに。なれるわ。みんなで力を合わせれば何だってできるの。一緒に頑張りましょう。うん。